丈夫なのだろうか。命を出したらしい。芝居が指揮しているのになぜ命を。何やら企みがありそうだ。命を持った使者を捕らえ確かめてみよう。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。私を襲うなんて、狙いはこの手紙。敵の痛いところをついておかが、狙うはあの地だ。行くぞ。陛下の手紙を奪われるとは申し訳ありません。防衛に皇帝、防衛の命を出させたか。芝居では兵を抑えきれなくなっているな。この状況を使わぬ手はない。命を差し替え撤退するよう仕向けるのだ。良い結果を出せて何よりです。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。我が策が成功すれば宗心は撤退するはず。長安の東の城外で待ち伏せしてください。わかりました。敵が来るまでじっと待ちますね。
き換えてやった。これで芝居の思惑も外れるだろう。この偽の名誉、長安に届けねばならん。伝令を、敵に気づかれぬよう護衛してほしい。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。伝令か、合言葉を言え。敵襲か。くそ、早く知らせないと。やられちまうなんて。スモンキースだ。すみません。所得はどこだ。青色が悪いぞ。おい、そのままでは正体が暴かれてしまう。誰か何とかしてくれ。お前、こそこそと怪しい奴だな。名を名乗れ。さもなくば、まずい、気づかれたか。誰か、助けてくれ。陛下よりお手紙でございます。陛下からの。よく届けてくれた。すぐに確認するゆえ休んでくれ。良い結果を出せて何よりです。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。Shut up.
わ。敵将討ち取りました。いいぞ。手紙を届けられずに俺は何をやっているんだ。トラ戦車部隊出番だよ。敵を一気に倒しちゃおうか。良い結果を出せて何よりです。やる。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。私を破り五条原の背後を取るつもりか。その浅はかな企み、ここで潰してやろう。私とて諸葛一族に連なる者、みすみす美を取らせはしない。ボングか。それが強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。油断があったか。父上、私をボングとお叱りください。敵将を討ち取りました。いいぞ。与えられた任務を全うできず、私はこの程度の男か。良い結果を出せて何よりです。やる。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。武漢を抜いてどこへ行くつもりかしら。その前にここで息の根を止めてあげる。
良い結果を出せて何よりです。おお、素晴らしきお働き。手薄な防御だ。よっしゃ、俺たちがここを守ってやるよ。北限を孤立させるわけにはいかないぜ。兵糧は俺が必ず届けてみせる。諸君め、兵糧を奪うつもりだな。俺たちが来たからにはそうはさせんぞ。義の動員か。兵糧を運ばせるわけには。兵糧を届けきれなかったか。こんなはずじゃなかったんだけどな。敵将を見て撃ち取りました。良い結果を出せて何よりです。おお、素晴らしいご活躍。お見事、見せつけてくれますな。兵糧の輸送を阻止しました。食糧不足により敵の士気は低下しています。西を取って五条原を囲もうってことか。面倒だが、ここは踏ん張って止めないとな。思惑通りに西を取れると思うな。ここで息の根を止めてやる。決して何者にも抜かせはせぬぞ。芝市場ってんだ。ま、忘れてくれて構わないぜ。お見事です。やられちまったか。手を抜いたつもりはなかったんだけどな。よし、
五条弦の西を抑えた。これで攻めやすくなるはずだ。良い結果を出せて何よりです。ご指示だ。ヒナ、撤退するぞ。我に従え。こんにちは。皆さんが出てくるの待っていました。わあ、敵襲か。なんでこんなところに。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。なぜだ。撤退すると読まれていたのか。良い結果を出せて何よりです。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。援軍が参ったぞ。みんな奮い立て。義の増援が。だからって負けてたまるか。長安の敵将は撤退しました。指揮官を失い、長安一帯は混乱しています。を駆使するまでもありませんでしたね。これで長安は我らが抑えたも同然です。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。無限を落とされるわけにはいかない。ここは防衛策を展開し死ぬ気で守る。ここは潰しちまうか。お前らついてこい。敵の防衛策を反壊させました。このまま全部壊してしまいましょう。敵の防衛策をかなり破壊しました。あと一踏ん張りで全部なくなります。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。やりました。敵の防衛策は全部壊しましたよ。白星と申す。手加減は無用だ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。
こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。極限だ。自らの務めも果たせないとは無念。極限の防衛策は全て壊れています。これで美瑛の進軍も楽になりますね。良い結果を出せて何よりです。やっぱり強い。すごいんですけど。俺たちは美を攻める。進軍するぞ。五条原の前線へ兵糧を届けねばなりません。これで我が神さんに狂いはありません。お見事です。さすがは孔明様。兵糧を運びます。道中の護衛をお願いできますか。ああ、路上に障害物が。このままだと荷車が進めません。五条原の味方が待っているんです。障害物をどけられればいいのですが。今がここ。お前らは諸の輸送部隊か。ここで撃ってくれる。
こらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。良い結果を出せて何よりです。お見事です。さすがは孔明様。艦中からトラ戦車の燃料を持ってきたぞ。ほら使ってくれ。おお、これで炎の威力が増すな。トラ戦車の力思い知らせてやる。援軍として参じました。共に魏軍を打ち果たしましょう。我らも加わります。魏軍を蹴散らしてみせますよ。俺らが来たからにはもう大丈夫ですね。魏軍の連中に一泡吹かせてやりましょう。攻め来ようと諸君など私の敵ではない。ここで散るがいいわ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。
我らの進む先は誰にも阻ませぬ。はい、ここまで追い詰められるのはかえって新鮮。また会えたらいいわね。敵将打ち取りました。秘伝のご活躍お見事です。どうにもならん。おお、素晴らしいご活躍。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。イカズチよ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵将打ち取りました。おお、素晴らしいご活躍。この私が押し切られるとは。ここは引くが次はやらせんぞ。芝居は疑問引きましたか。これで尋問よ。孔明様、どうなさったのですか。孔明様、敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。私が倒れたせいで戦に水を差してしまいましたね。皆は無事に撤退できましたか。お味方は皆孔明様の指示通り本陣へ引きました。今はどうかゆっくりとお休みください。もうこのような孔明様を見たくはないのです。私は庵を出てから今まで劉備殿の志を実現するために生きてきました。あの方の志を実現するためならばあらゆる犠牲を厭わなかった。そしてあなたをはじめ多くの人に迷惑をかけてしまいました。孔明様は常に今を生きる人々のことを考えていました。呉との対話も南中の平定も無益な争いを起こさぬため、孔明様の道を誰が間違いと言いましょうか。月英、その言葉何よりも嬉しいですよ。あなたは私を一番近くで支えてくれた人ですから。孔明様、月英、もう一つわがままを聞いてください。これより全軍を成都に撤退させます。北伐も再度立て直しです。撤退準備を終えた将を一人ずつ私のもとに呼んでください。かしこまりました。皆に伝えてまいります。月英、心から感謝いたします。不甲斐ない私をよくここまで支えてくれました。劉備殿、お約束を果たせない不義理、どうかお許しください。五条原にて諸葛亮は魏の芝居を撃破した。だが
諸軍は静かに撤退の準備を始める。画領諸葛亮、多くの新参希望をなし、天下三分の計を成した男、劉備の陣、そして蜀を支えてきた偉大な軍師。そんな巨星が今、五条原の空から落ちようとしていた。本当にいいんですね。ええ、お願いします。承知しました。あとは任せてください。上将、お呼びですか？ええ。これは脅威。あなたに私のすべてを託します。上将、何をおっしゃるのです。自ら描いた天下三分、その天を再び一つにする前に、この命は尽きるでしょう。時代が移ろいゆき、劉備殿の目指した陣の世が色あせる前に、天下の趨勢を我らに。承知しました。さあ行ってください。劉備殿、共に参りましょう。